戸バちゃんぽん。戸バちゃんぽんとは、福岡県北九州市戸バ区で食べられる細めの蒸し麺を使ったちゃんぽんである。1939年頃、初代となる田中霊夫が、中華料理店の店主、大福山から指導を受け、さらに研究を重ね、戸バちゃんぽんの特徴となる蒸し麺を完成。戦後になって、二代目が戸バで田中製麺所を創業。 現在は三代目となっている。戸畑区でちゃんぽんをメニューにした店がこの蒸し麺を使ったことから元祖である長崎ちゃんぽんとは味わいが異なる戸畑ちゃんぽんが生まれた。JR 戸畑駅近くの商店街など区内数店で食べられる。細くて色が濃い、腰がある麺を使用。通常使われている茹で麺ではなく蒸し麺。また、蒸し麺。 細いことから調理が早いため、旧八幡製鉄所戸端工場で働いていた忙しい労働者に好まれたという。スープは豚骨で具はキャベツやもやし、豚肉、かまぼこが一般的。通常のちゃんぽんと異なる点として、特別に注文を入れない限り、魚介類は基本的に使用されない。どちらかというと、 甘めの豚骨ラーメンの野菜煮込み風という発想が近い。また、他の地方にはない特徴として、同一の具材を使ったチャーハンが、ほぼ必ず存在し、チャーハンも同時に食される場合が非常に多い。2002年、飲食店と戸畑区役所職員で、戸畑ちゃんぽん名店会を結成。ちゃんぽんマップの作成、配布等を行った。また、 とばたちゃんぽんを食べられることがわかるよう、名店会が作成したのぼりが飲食店の入り口付近に建てられている。ありがとうございます。